プロ野球を目指す選手たちの運命が決まるドラフト会議。ドラフトで指名される選手は、高校生や大学生を中心に、社会人選手でも25歳前後が上限と言われています。しかし、即戦力を必要としている球団から、30歳間近のオールドルーキーと呼ばれる選手たちも指名されることがあるのです。今回はそんな遅咲きのルーキーたちをランキング形式で紹介していきます。怪我から日本代表へ。第6位は、2020年に27歳11ヶ月でオリックスから指名を受けた阿部翔太投手です。大阪市大正区出身の阿部投手は、山形県の酒田南高校に進学し、捕手として活躍。3年生の春に投手に転向しました。高校卒業後は京都の整備大学へと進学し、1年生から抑えとして活躍した阿部投手。ところが2年生の秋に右肘を故障し、戦線離脱を余儀なくされてしまいます。1年間の休養を経て、3年生からはエース、4年生の時には主将を務めました。しかしドラフト会議で指名されることはなく、阿部投手は社会人野球の名門、日本生命に進みます。1年目に右肩を痛め、再び治療に専念しますが、復帰後はエースとしてチームに貢献します。都市対抗野球、日本選手権にそれぞれ4度の出場を果たし、2019年には BFA アジア選手権日本代表にも選出されます。そして2020年のドラフト会議で、オリックスから6位指名を受け入団します。27歳11ヶ月での指名は、同年のドラフトで最高齢であり、オリックスとしても球団史上最年長の指名選手となりました。阿部投手は入団会見で、いろんなところに行って、おっさんになって、やっと大正区に戻ってこれた。この年齢なんで指名はないかなと思っていた、と感謝の意を述べていました。2022年はリリーフとして活躍し、新しい勝ちパターンの一員として、オリックス投手陣を支えています。たった1年でドラフト指名。第5位は、2004年に28歳6ヶ月で中日から指名を受けた、樋口辰巳投手です。九州国際大学では、4年春にノーヒットノーランを達成するなど、大学通算20勝の実績を引っ提げ、JR 九州に入社します。しかし、思うような結果を残すことができず、一時はアンダースローへ転向するなど、試行錯誤の日々を過ごします。2004年の都市対抗野球では、エースとして活躍した樋口投手。本大会ではチームを46年ぶりの勝利に導き、さらに68年ぶりのベスト8を達成しました。この2004年の活躍だけで、一躍社会人野球屈指の左腕として名を挙げた樋口投手。同年のドラフトで中日に自由獲得枠で入団しました。即戦力として期待された樋口投手は、年齢を感じさせない若々しいピッチングをしたいと思います、と意気込みを見せました。しかし樋口投手はプロ入りした2005年からヘルニアに悩まされてしまいます。1年目は一度も一軍で投げることはなく、オフには年俸1500万から800万円と大減俸。これは野球協定で定められた上限を超えるもので、新人選手としては異例のことでした。その後も樋口投手は一軍で登板することがないまま、2007年に戦力外通告を受け、現役を引退します。引退後は球団職員として中日に残り、裏方としてチームを支えています。遅咲きの天才打者。第4位は28歳11ヶ月で楽天から指名を受けた草野大輔選手です。延岡学園高校を卒業した草野選手は、NTT 東京など様々なチームを渡り歩き、2001年からは本田熊本でプレーします。2002年の都市対抗野球では準優勝に輝き、2003年はベスト8進出に貢献しました。アマチュア界で一番勝負強いバッターと言われるほどの打撃センスを買われ、2005年のドラフトで楽天から8位で指名され入団します。2006年から楽天の指揮を取った野村克也監督から天才と呼ばれるなど、その打撃センスは高く評価されていました。本人は打撃に関して、適当に振っているだけと語っていますが、バットの芯で捉えた鋭い打球が多いのが草野選手の特徴でした。しかし、いい当たりがことごとく野手の正面をつき、アウトになることも多かったため、ヒット性の打球が不運にもアウトになることを草野病と呼ばれていました。
2009年は中村典弘選手の加入により、初めてレフトの守備につくなど、ユーティリティぶりを発揮します。さらにバッティングでも開幕から2ヶ月間は4割を超える打率を維持し、頻打にあえぐ楽天打線で中心打者として活躍しました。2012年9月13日にはソフトバンク戦で自身初となる満塁ホームランを放ちますが、そのオフに戦力外通告を受け引退を表明。629試合に出場し、526安打、打率2割7分8厘、26本塁打という成績を残しましたが、記録より記憶に残る選手でした。引退後は球団のアンバサダーに就任し、2022年現在は野球解説者として活躍しています。野手史上最年長指名選手。第3位は29歳1ヶ月で楽天に入団した山崎貴弘選手です。社会人野球の NTT 東海に入団し、後に中日のレジェンドとなる岩瀬仁紀投手と共に活躍した山崎選手。チームの統廃合によって NTT 西日本へと移籍すると、都市対抗野球に何度も出場を果たします。2000年にはシドニーオリンピックの代表候補にも選ばれ、2005年の日本選手権で準優勝に輝きました。そして同年のドラフトで楽天から9位で指名され入団します。ドラフト制度が確立した1965年以降で野手史上最年長の29歳1ヶ月での指名となりました。2007年にはフレッシュオールスターに出場しますが、この頃から右肩痛に悩まされ、1軍での出場は1試合のみに終わります。2008年9月のソフトバンク戦でプロ初本塁打を記録しますが、その翌日の日本ハム戦で死球を受け、戦線を離脱してしまいます。2009年10月に戦力外通告を受け、そのまま引退を決意した山崎選手。プロ通算22試合に出場し、12安打、打率2割0分7厘、1本塁打という成績で現役生活に幕を下ろしました。その後一般企業に就職しますが、楽天アカデミーでジュニアコーチを務めます。2007年、楽天球団とクラーク記念国際高校が提携し、女子硬式野球部の創部を発表すると、その初代監督として山崎氏が就任することが明かされました。日本一を目指し、女子選手の指導に当たっています。松井秀喜のお得意様。第2位は29歳4ヶ月で横浜から指名を受けた竹下慎太郎投手です。大分工業高校で3年夏の県大会でベスト8入りを果たしますが、甲子園の土を踏むことは叶わなかった竹下投手。その後はクラブチームの大分硬式野球クラブでエースとして活躍していました。所属チームで都市対抗野球大会に出場することはできなかったものの、1999年と2000年に三菱重工業長崎の補強選手として出場。それぞれベスト8と準優勝に貢献しました。そして2000年のドラフトで横浜から8位指名を受け入団します。ドラフト指名時にすでに妻子持ちだった竹下投手はオールドルーキーとして話題を集めました。30歳となった1年目のシーズンでは中継ぎで起用され53試合に登板。プロ初勝利も記録し、即戦力として一定の活躍を見せました。2002年は44試合に登板しますが、巨人の松井秀喜選手とは非常に相性が悪く、2年間で15打数7安打5本塁打と打ち込まれました。引退後に竹下氏は松井選手との対戦について、メジャーで4番を打つようなバッターですよ。左対左だからといってそんなに簡単じゃない、と振り返っています。2003年には監督の交代と自身の怪我が原因で登板機会を大きく減らし、同年オフに阪神へ金銭トレードで移籍します。しかし阪神でも活躍の場はなく、一軍登板の機会がないまま、2004年10月6日に戦力外通告を受けました。3年間で111試合に登板し、3勝3敗、防御率 3.75 という成績を残しました。引退後は横浜の九州担当スカウトを務め、現在は福岡市内で接骨院を経営しています。2015年春からは、西南学院大学の投手コーチも務め、捕手に一球一球サインを出し、55年ぶりのリーグ優勝の原動力になりました。史上唯一の30歳での指名。ドラフト史上最年長で指名を受けたのは、
30歳5ヶ月で中日から指名を受けた市村則夫投手です。東洋大学時代には東都大学リーグで通算7勝8敗を記録した市村投手。優勝には手が届きませんでしたが、1973年秋季リーグから3シーズン連続で2位の好成績を収めます。大学卒業後は現在の NTT の前身である電電関東に入団し、リリーフとして活躍しました。そして1982年のドラフトで中日から3位指名を受け入団します。史上唯一となる30歳超えでのドラフト指名となり、子連れルーキーとして話題になりました。年齢的にも即戦力として指名された市村投手は1年目から左のワンポイントリリーフとして活躍。サイドスローからのスライダーを中心とした癖球で打者を翻弄し、1984年にはプロ初勝利も挙げました。しかしその後は徐々に活躍の場を減らし、1986年の開幕直前にトレードで西武に移籍します。この年は中継ぎとして37試合に登板、2勝2敗、防御率 3.00 を記録し、西武の優勝に貢献しました。同年8月23日の日本ハム戦では、リリーフカー乗り間違え事件が起こり、市村投手は一躍有名になります。4回にリリーフとして石井武投手がコールされますが、リリーフカーに乗ってきたのはなぜか市村投手。そのままリリーフカーを降りずにブルペンに帰る様子は、テレビ番組の珍プレー大賞に輝きました。1988年限りで現役を引退し、翌年から中日のスコアラーに就任しました。1998年には、神奈川夢国体の軟式野球チームのメンバーとして出場し、見事優勝を果たしています。さらに2000年から2002年まで、社会人野球の相模原クラブで、コーチ兼投手として活躍。その後もソフトボールにも挑戦するなど、アクティブな活動を見せています。今回はドラフト指名時に恒例だった選手をランキング形式で紹介してきました。今後もどんなオールドルーキーが出てくるのか、楽しみですね。